はい、こんにちは。今日はお約束通り、変わりたてろ、来週のね、変わりたてろの会がございますね。変わりたてろの会って言ってないのか。春夏秋用雨コートの会というのをやります。この春夏秋用の雨コートではね、やっぱりこの一番は、変わりたてろという生地でお作りになるのをお勧めします。変わりたてろってちょっともうこのライブでは分かりにくいんですけれども、まあ、縦ろというだけあって、こういうふうにね、こう縦の、目なんですよね。ちょっとこれじゃ余計分かりにくいかな。じゃあこっちで夏生地なんだけれども透けていないんですね。これ縦ろってなんとなく分かっていただけると思いますね。こういう縦の炉ですね。皆さんが知っている炉というのは、普通は横にある横炉のことを皆さんご存知だと思うけれども、これは変わり立て炉の、不規則な、ね、目で立て炉になっている生地のことです。ちょっとこうシャリ感があって、まあ夏紬っていうとちょっと言い過ぎなんだけれども、それぐらいこうシャリ感があるような生地のことですね。あんまり透けない。だから着物にした時には、6、7、8、9って4ヶ月着れます。踊りの方なんか5月から着てる人結構多いけどね。で、あとはその雨コートにするのがね、やっぱりとても適した生地だと思いますよ。夏物だけれどもそんなに透けないし、あと着る期間もね、4月からずっと、まあ10月の半ばぐらいまではもう間違いなく着ていてもいいので、やっぱりね、この雨コートっていう性質そのものだって、洗いちゃった方が便利じゃないですか。お家帰ってきてからね、羽根上げとかちょっと、やっぱりね、シミの中でね、一番厄介なのがね、羽根上げなんですよ。うちに持ち込まれるシミの中でも、食べ物のシミとかって、ね、正体が分かってたらやっつけやすいんだけれども、羽根上げっていうのは水溶性だったり、油分だったり、何が含まれてるか分からないからね、その選択っていうのはとても一番めんどくさい、難しいね。だから、まあ帰ってきたらすぐに、そこのところ、歌丸かなんかでカシカシカシってシミ、羽根上げちゃったところを、液体洗剤とかつけてね、ゴシゴシって用来してから洗濯機にポンって入れ、それが いつまでも一番ね、綺麗に、コートを保っていられるコツです。その4月から10月まで着ている長コートね、何も雨が降ってなくったって、付け下げとかいいものを着た時、裾まで、覆ってる方が安心だし、4月の春一番、6月の梅雨、9月の台風シーズン、結構、一番長いコートが活躍する時だと思います。うちは70単染めました。ただ70単全部ゆっくり紹介するとすごい時間かかっちゃうので、今日はね、とりあえず選抜で50単、70単持ったのか80単ぐらいのか、全部伝えたのか、50単だけこんなもの染めましたよっていうような、ご説明をね、またいつも通りしていきたいと思います。お付き合いくださいませ。なのでね、色違いがね、いっぱいいっぱいあるときはもうね、3色ぐらいまでしかご紹介していかないです。じゃ まずじゃあこれからしましょうか。とても人気の高いね、この随雲と笹の丸紋です。これがもう、このピンクってこの、まあ、映ってないよねけどね、優しい砂糖菓子みたいなピンクなのね。こういう優しい優しい、感じで、コートを作っても素敵なんじゃないのかなと思います。はい、これと、あともうちょっとこっちにしてもらおうかな、こっちグッと、はい、で、はい、これがもう鉄板ね、夏の鉄板、水色。まあ、もちろんその今紹介していくのは一応コートの会っていうふうにはするんだけれども、まあ着物にするよっていうのもありです。このね、随雲って、随雲、おめでたい雲のことだね。これは大きさが比較的万人向け、どんな人がしても、バランスがね、いいようにな、ちょうど大きさなんでしょうね。とても好みが、広いですね。それとこれがシダの丸紋。これは一度、みんなね、飛び柄の場合はね、全部線筋というのを染めてから、それから抜染染料でそれを染めて、これをまた友禅で染めていくというね、染め屋さん2軒使っている花房ならではの、もうコスト無視、仕上がりの状態しか、重視しないっていうね、もううちならではの、まあ言ったらお金のかけ方だと思いますよ。おかげでこの陰影がね、出てとても奥行きがあって綺麗です。このシダの丸もこんなのでコートを作ったら、
これねちょっと色の濃いもので作ったりすると10月まで着られますからね。これがこの焦げ茶色と、それとこの少し小豆になっているやつかな。私もこんな調子の色の、コートにしていますね、はい、それとこれは着物でもいいし、うん、砂糖菓子のような桜色、こんな感じです、はい、あとさっきの熊井笹のがここにまだ2ターンあったので、やっぱこうちょっと一色このくすませておくと、コートにするときにはもう万能選手になるし、あとまあ秋になってもね着やすいでしょうね。焦げ茶、これはコートにすると4、5、6、7、8、9、10って着られて、長いコートね、長いコートにすると、じゃあ短いコートにするとどうなのっていうと、コートはぐっと範囲がちょっと縮まると思いますね。少なくとも6、7、8の夏のシーズンは透けないからね。これはこれよりもシャを着る雨コートにするからこそ、夏中7ヶ月間着られます。でこれをね長い子、あこれつなぎしっぽじゃない、重ねしっぽか、重ねしっぽですね、失礼しました。いやそう、お値段言わないといけない。これをね着物にした時には、今お見せしている飛び柄、最初からお見せしている飛び柄は11万円です。それに長いコートをするときだけ加工賃が5500円プラスかかります。着物にするんだったら税込み仕立て代も何もかも込みで11万ということですね。これが重ね尻尾、もう一つの色の方ですね。でそれとこれが、はこれはね、鳴り物、葉と実の丸、葉っぱと、鳴り物の実でね、縁起の文様ですね。すごくかわいいね、卵クリームのような色なの。若い方がコートにしてもいいし、着物にしてもいいよね。これが、卵クリームとこの桜色の2色があります。それで、今回の、来週からの2月の7日から12日まで春夏秋用雨コートの会の、クーポン特典はね、いつも普通だとかかる5500円の長コート加工料が無料という形で、させていただきます。まあね、コロナだからね、本当に今ご来店少ない。だからこの昼間でもこうやってゆっくりインスタライブをやってることができるのですよ。悲しい。これが今年の新作、まあ新作っていうかリバイバルですね。サギソウです。ね、サギソウっていうとちょうど初夏から9月ぐらいまで咲くお花ね、こう羽ばたくシロサギのような、形に見えるということで、サギソウという名前がつきました。ちょうどその季節なのでね、着物にすると、6、7、8、9って着るのにいいのかなと思います。これは私の大好きな、パープル、ラベンダー色ですね。それと鉄板のブルー、まあこれはその季節柄を考えてコートにするよりも、もしかしたら、もしかしたらじゃなくて着物にした方がいいと思いますね。それとこのグレー、銀ネズのような色で染めています。あとこれは一旦だけですね。のげと切り箔もありますよ。これ道行きコートとかに、道行き襟とかの、ね、形にしても素敵だなと思ってますけどね。それともうこういうコート作ったらキュンキュン着ちゃうよね。宝尽くしです。もちろん着物でもいいけど、こんな長コート着てたらもう振り向いちゃう。お値段が、こちら今紹介している飛び柄は全てお仕立て上がりで11万円です。それとこれも万華鏡と名付けた、家紋柄ですけども、万華鏡と名付けた柄ですね。これは黒白の線筋の中に染めました。これも、まあ、もちろん着物でもいいですけど、コートなんかにしても雨コート合わせやすいものになると思います。これぐらいはっきりした模様ですとね、
着替えもしますしね。これは何色かありますけれども、今日はもう全色紹介してたら大変な時間になっちゃうので、これ3色だけ、今の黒白とこのラベンダーパープルと、お鉄板のこの水色、水色です。本当これでコート作ったら素敵だと思いますよ。それと飛び柄はこれが最後、この水玉ちゃん、雨粒に見立てた水玉で、どうぞその雨コートをお持ちしたら、これも素敵だと思いますね。はい、次はぼかし、手ぼかしに入っていきます。手ぼかしはこういう感じ、道行き襟にすると、そうだな、こっちを縦襟にすると、これがスーッと縦襟のところを端っこ舐めてかっこいいような感じになると思いますね。長コートにしても素敵ですよ。一本スッと縦見え効果の長コートいいじゃないですか。こちらとか、あとこれがグレー、グレーのバリエーション、それとさっきのの色違い、あれ、さっきのの色違い、このやっぱりね、この一本どっこっていうんですかね、縦に入ってるスッとしたシマはコートには真向きだと思います。まあ、コートにしてもね、もう洗濯機でね、ジャバジャバジャバって洗っちゃえるので、でこれは薄い、さっきからね、濃いの3色だと1点だけ薄いのも染めてみました。綺麗な水色です。こういう雨コートやっぱ夏だからね、夏、そうね、4月から10月のかかりぐらいまでずっと着れる、やっぱり綺麗な色ね。それとこれは、うちが昔やってたこのクロスの島、一旦だけ染めてみました。これでコートを作っても素敵。これある方が私に昔のお着物よって言って送ってくださった、それを見てわあいいなと思って復活をさせてしまいました。でもこんなのでコートを作っても今時とてもいいですよね。私もこれ持ってるけれども、その時はちょっと可愛い、もっと綺麗な色のでしたね、娘時代だったから。でも今これぐらいちょっとこうアースカラーにして、こんな長コートを作ったらかっこいいんじゃないかなと試しで染めてみましたよ。それから次、これこのね、ぼかしはね、ちょっとお値段がバラバラなのかな、これは11万ぐらいからのもあるし、10万7800円っていうのもあります。これわかる、こっちとこっちの色が違うんです。これは自分が欲しくて染めたの、売れなかったら作っちゃおうかなって、私が買っちゃおうかなと思ってます。すっごく女っぽいよね。これコートにしてもいいし、着物にしてもいいし、素敵だなと思っています。こっちは襟にするのがいいかな、こんな感じで。これ本当にね、女っぽいと思いますね。これはこのパープルと、それと、まあ、万能選手合わせやすいよねっていう、この銀ネズの2色を染めています。こっちとこっちが色が違うからね、この仕立てる時には色の違う同士をこうしていくと、とても大きなね、大きな島が起きているような感じになりますよ。こうオーロラのようなこうふわーっとした感じになって、それはそれは素敵。それから、毎年お問い合わせの多いホタルぼかし、ホタルぼかし今回7色ぐらい染めましたけどね、各1旦ずつしかやってないの。だからもう必ずホタルの何色ないんですかって後から言われる方多いけど、本当今回一旦ずつしか染めていないので、もうご紹介するのだけですね。でちょっと7色全部は多いので、人気のグレー、これで10万7800円だ。それとこれがピンク桜色、これはもちろんその着物だけじゃなくてコートにしていただいても、ね、ちょうどこのホタルぼかしをふわっと雨粒に見立てたような感じで毎年人気ですね。それとこれがグリーン系の色ですね、白い脈力ですかね、はい、白い緑、はい。それとやっぱダントツ人気の
触れるこう透き通るようなね、藍白亀のぞきっていうんですかね、そういうようなお色目の蛍ぼかしです。それと最後に私がとても大好きな女っぽい、パープル、ラベンダーパープルの色でも染めました。じゃあ次からはちょっとシャレコモンになっていきますね。あのこれは男の人が着てもいい、こういう縞柄でもね、こうスタンダードよね、こういう縞柄での、まあ、着物にしてもコートにしてもとてもスタンダードで、夏にかっこいいよね。こうちょっとこれパリッとした白い帯なんかして、グレイッシュなピンク系の優しい縞です。これの長コートなんかも本当にね、ザコートっていう感じで素敵だと思いますよ。今このシャレコモンになっているのは、99,000円。今からご紹介していくのは99,000円のお品物ですね。まあ99,000円だけど、通常はね加工賃5,500円かかります。でも先ほども申し上げたように2月の7日から12日までこの会期の間の、クーポン特典として、その5500円の、長コートの加工料は無料とさせていただきます。はい、それと同じ、あ、これもう一つあったか、このグリーンのね、このお抹茶色のグリーンの縞、こういう小粋な夏にね、こういうね小粋な装いもいいよ。なんかフォーマルもいいけれども、もうザ・カジュアルでね、しがち、あの子供の頃なんてこういうのを着てる人もいっぱいいたもん、周りに。別にその水商売とかそういうお姉さんたちじゃなくても、もう普通の人着てたもん。でそれとこういう、こう白にね、白に薄摘みのよろけ縞、これは、去年も出したけれども、変わりたてろは羽織には向かないですか。羽織にすると、ちょっと時期がそうですね、4月と5月の半ばぐらいですかね。まああとは9月、やっぱりね、夏物だから6、7、8に来てもいいんじゃないっていう人いるけれども、でもねやっぱり透けないと、透ける美学みたいなものがあるから、羽織にしてもいいけど、時期がちょっとキュッとね狭まるね。はい、それとこれですね、ツタの模様、もうこれで道中着みたいなハーフコートでもいいと思うんだけれども、これもコートにしても素敵よ。なんか縦見え効果があって、それでやっぱりこれ夏の柄だけじゃないからね、秋を意識した時でも着ていただいていいんじゃないですかね。そう、10月に着ててもいい感じのツタの柄です。それとこれはもう季節がない、春だの夏だの秋だのないよねって、もうコートにしたらすごく素敵だと思います。これは亀甲がすりですね、亀甲ねのかすりでこの家紋の形に染めている、ちょっと織物風に見えるのかな。こんなので長コート作ってもすごくいいよねって思います。これはピンクベージュ、こういう感じです。またね、地方の方お取り寄せになると、その翌週で、ね、2月の14日から19日お取り寄せができますので、その時にももちろん5500円の無料特典はつけますし、やっぱり、ね、今ね都内の人でもねお取り寄せ結構いる、出てきたくないんだろうなって思います。まあ、しょうがないよね。でこれとあみね、この網のね、モチーフにしています。だからコートにしてももちろんいいし、これなんか季節の着物にしてもいいと思いますね。これも3色グレー、ピンク、ブルーを染めたけど、まあ、ちょっと今日、グレーとこのブルーのだけご紹介しておきます。それと次はね、もうねこれはもちろん着物でもいいんだけど、この長コートを意識して染めました。変わりたての夏物なんだけど、この柄を染めたのは長コートでこれ着てもらいたいなと思ったんです。すんごく素敵だから、もうだって帯で遮るものがなくて、このツタがスーッと後ろ姿にね、もうこ
これは振り向いちゃうよね。こういうの着てる、こう高こうとしてる人がいたら、私だったら振り向いてついてっちゃうな。あのそういうこの人気のね、これ、冬物では長コートにとても人気の高い柄です。いろんな色がありますけれども、まあ今回はこのグレー、夏物にするにあたってこのグレーとピンクベージュの2色を染めました。これは107,800円、こんな感じです。絶対いいよこれ、大人の人が着てももちろんいいと思う。それとこれなんかまた99,000円に戻ってきて、ちょっと普段っぽくなって、こう楓ね、もみじ、やっぱり6月、6、7、8、9っていうと青楓がとても綺麗な時ですね。あのもみじの柄をそれで染めました。もちろんこれは着物にしてもいいし、コートにしてもいいけど、まあちょっと季節を考えるとそれは着物の方がいいかなと思う。これがブルー、これもね1点ずつしか染めてないの今回だから、これはこの生地と変わり立てろとか、この変わり立てろな、変わり立てろと陽流とか、変わり立てろと炉っていうような染め方をしてるから、もう本当に一点物です。みんなご紹介していくのはみんな一点物です。でこれはもうコートには人気の高い柄ですね。このあられがこうクシュ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 って、だからこれ仕立てるとあられがいっぱいあるところと、ふわーっとしてるところと、またいっぱいあるところとっていう風になって、とてもリズミカルになりますね。とってもね、清楚にスタンダードに綺麗な柄ですよ。これを変わり立てろの生地で染めました。4月から10月まで着る雨コートにいかがでしょうかね。それとこのこういう大きな島、これなんかもコートに真向きだと思いますね。洒落たコートになると思います。まあ、最後の2つはまあ着物でもいいかなと思います。これも99,000円。なかなかねこういう洒落た洒落着を着物にしてる方少ないので、着物にしたらこれは6、7、8、9と4ヶ月着られる柄になります。今ご紹介したのはすべて2月7日から12日まで春夏秋用雨コートの会というのをしています。するつもりですね、します。はい、だってこういう計画立てるときなんて、もうこんなオミクロンなんて想像してないもん私ね。でも作っちゃってるし、こんなの作るのなんて去年の秋始めぐらいから半年ぐらいかかるのよ、みんないろいろやるのにね。だからやる、怖かったらお取り寄せの方で、都内でも取り寄せの方います。だからご遠慮なく、ただしそれはねちょっと翌週にしていただきますけれども、今はこの陽流の会というのをやっていますね。来週からお取り寄せも始まりますので。でも陽流ね本当評判よくって、おかげさまでまあ皆さん着物とコートとっていうようなお作りの仕方をしてくださるので、はい、じゃあちょっと、はい、じゃあ最後にもう一度、最後にもう一度見てください。あ、これ平野帯してる、節分過ぎたからいいじゃないっていうのでやってます。前回発表したおひなさまの帯です。かわいいでしょ、こうやって改めて見ると。まだ2本あるよ、追加でやったから。これが染まってきましたよ、小石だけだけども。和円青菜青楓流水ドリズ地蔵さんの夏だけしか着られない柄です。縦絞と炉とこの変わり立て炉に染めています。お披露目はまだもうちょっと先なんだけどね、まだ地蔵さんで半分染めてるの、半分しか上がってきてないのだけど、もう私我慢できなかったのよ。もうこれ昨日染まってきて、なんて素敵なのやっぱりって思ったので、今小石だけが染まってるんですけれども、この他の地を染めてきっと成功すると思います。
またね、これは2月の28日から予約で、この時はもう予約制でね、発表させていただきたいと思ってます。もうフライングでたまらないで見せちゃいました。青かえで流水ドリズ、なかなかいいと思いますよ。じゃあ、今日はありがとうございました。2月の5日までは陽流、幻の陽流復刻発表会というのをやっています。取り寄せはどうぞ翌週の月曜日から。今日は、その次の2月の7日から12日までの、春夏用雨コートの会、こういうのが出ますよっていうのをお知らせしました。また YouTube の方でもね、これ上げていきますと、 YouTube よかったらチャンネル登録してください。970になったのかな、1000まであと30、お願い、ありがとうございました。またいろんなものを作って皆様方にね、洗える着物を発表していきますので、楽しみにしててください。じゃあまた、バイバイ。